輪が指を貫通してしまいました、はい、じゃあ今度はちょっと違うものを使って同じような貫通現象を皆さんにお見せします。Excuse me、 すいません、今日こういうの持ってきました。続いてセロが用意したのは新品の炭酸水、それをグラスに注ぎ中身をボビーに確認してもらう。炭酸水、それはいらないです。これを使います。ただしサプライズに使用するのはその場で封を切り中身を空にした瓶、そしてゲストの金子から借りた500円玉。500円玉借りました。ではこれからこの500円玉をなんと今ここで開けたこの瓶の中に入れてしまうというマジックです。嘘だ、そんなの。これちょっと瓶見ていいですか。あ、どうぞどうぞ。じゃあ両方とも確かめてください。ユンソナに瓶とコインを確認してもらうセロ。瓶にもコインにもトリックがないことをゲスト全員が認める。そう、上から入れようとしてもはまらない、入らない、入らない、 OK。 そう、では皆さん、絶対ありえない。これ今ここにありますね。見て見て、まあ何もしてないです。やめるよ。 OK。 All right, now 本番に行きます。 Now watch。 まだ見えますね。でも、ね、もっと不思議、もっと不思議なことがあるんですよ。なんで？何？今度はこの穴を通して出します。絶対無理、絶対無理だよ。硬いもんだもん。はい。ちょっと待って、今日ね、金子さん、はい、金子さん、これ僕の小銭入れなんです。はい、見て、全部出しました。皆さん、さらに See this?、はい、手出して、はい、手出してください。こういう感じに持っててください。あ、はい、ではまずは10円玉から使います。10円玉、うん、10円玉入るはずがないです。はい、はい、100円玉、10円玉、100円玉、10円玉、500円、さっきの500円玉、これも入れてしまいます。100円玉、OK、全部全部こう少しずつ入れていきます、OK、入っていきます。じゃあこの100円玉下から入れていきます。100円玉は上から入れていきます。ワッチ。ちゃんと。OK、全部入れていきます。うそ、ありえない。どうなの？ちょっと苦しくなるよ。大丈夫か？ちょっと苦しくなって。